ほら、はるか爆発するよ。爆発するよ、爆発するよ。爆発するよ。爆発するよ、バーンって。くぅ、くぅ、ということで、ドローンでおざり、あ、ごじゃりじゃなかった、おざりもなかった、ごじゃりじゃ。はい、今日は携帯、あ、ガリガリ君の携帯型熱中症計を買ってきました。日本気象協会監修の見守りっちということで、夏に熱中症とかにならないように。で、これは本物と一緒で、スティックが当たりって書いてあったら、黄色のガリガリ君の熱中症計がもらえるらしいので、ちょっとそれを見てみたいと思います。そして裏はこんな感じで、使い方などが書いています。 これが引き抜ける当たりくじ付きスティックですね。あとはまあ開けてみたいと思います。まあ、じゃあ開けます。こんな感じになってますね。本体となんか首にかける紐がついています。はい、ではこの見守り値を使って、この部屋の湿度と温度を測ってみたいと思います。 28.2 度で 78% ですね。湿度が噛んでしまう。で、注意が3段階中3というわけで、あれ、また変わった。28、あ、変わってないか。で、こんな感じですね。で、棒が、これ。じゃあ、ちょっと抜いてみたいと思います、これ。何もなかった。残念。外れ。こんな感じになってますね。今、見守りオンになってるので、危険になったらピッ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 ってなるようになってます。やば。危険だって。じゃあ、で、次は、すごで、次は冷蔵庫と、わかったわかった、次は冷蔵庫と、お風呂場の湿度と温度を測りに行きたいと思います。じゃあレッツゴー。はい、じゃあ冷凍庫の温度と湿度を測ってみたいと思います。と、今だんだん下がっているんで、ボタン押したら今のところ湿度が33%で、温度が今20度になりましたね。入れとったら変わるんじゃないかな。じゃあ出します。お、19度に下がった。18度、多分結構下がりますよね、冷凍庫なんで。じゃあ次お風呂場行きたいと思います。はい、お風呂場に来ました。さっきお風呂をみんな使ったんで、湿度と温度どのくらいになっているのか見たいと思います。じゃあ押しますよ、ボタン、せーの。お、 22.1 で湿度は83。お風呂は結構高めですね。温度が低くても注意が2になってます。お、湿度がどんどん上がってくる。今 22.9 度で 84% です、湿度が。はい、ということでお風呂場と冷蔵庫はあんな感じでしたが、次はハルくんの口の中の湿度を、多分ここで測ってみて、ハルくんにハーってしまって測ってみたいと思います。ハルくん、ハルくん、ハルくん、ハルくん来て来て、ハルくん、ハルくん、おいで。ガリ君くん食べる？パパを。あら、ここに早くハーってして。違う違う、ハー。あー。ハー。いいよ。ハー。ブルブル。ふ。ブルもう違う。ハー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 。もう。はい。あ、ハルくんの89号室の。もう頑張って、ちゃんとやって。よいしょ。
89度。あ、これ多分この辺の温度じゃない。ハルくんの仮面室。はい、今日はガリガリくんの見守り機携帯型熱中症計を、紹介しました。これ結構便利なので、まあ夏はハルくんの首にちゃんとぶら下げてみたいと思います。ハルくん、それがピピピピってなったらな、家入るんよ。というわけで、まあこれ便利なので、よかったら買ってみてください。熱中症予防にもなるし。夏休みとか遊ぶときはこれ持って出かけたいと思います。ということで、また見てね。バイバーイ。当たり出なかったのが残念でした。カッパ。カッパ。あ、わかったよ。早く貸して、貸して、貸して。その棒抜けるんだよ、その棒。貸して、貸して。ほら、これ抜いてみ、これ。違う違う、これいいよ、抜ける抜ける。残念、外れ外れ。ちょ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 、こら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 。あたりどこ書いてないかな。